片岡です、今日はですね、前回に続いてシラサギを作ってみたいと思います、前回作った時思ったんですけれども、シラサギ、サギはですね、なんか特徴があって、後頭部から毛が生えていたり、長い、S 字の首だとか、あと鶴のような細いくちばしと、ギザギザの羽とかですね、特徴が結構あってですね、もう一回作ってみたくなったので、今日はですね、巻物で、シラサギを作ってみたいと思います。はい、ではいつもの通り材料の重さからいきますね、白練り切りが 15g で、中あん、ゆずあんですけれども、これ 18g で、そしてごま1粒とシナモンが少しですね。はい、ではいきましょう。今日はですね、伸ばしますので、布巾ですね、布巾を広げてですね、でそして、細長くしてですね、7センチですね、7センチになりました。はい、そしてこれを、軽く潰しますね。潰してですね、これで 7.5 センチになりました。はい、そしてですね、羽をね、表現したいので、ちょっとこっちの方だけ薄くしてみますね。こんな感じかな。どうでしょうかね。どうでしょうかね。こんな感じでいいのかな。どうでしょうか。ちょっとこの辺薄くてもいいね。あ、いいね。はい、そしてですね、どうしようかな。はい、そしてですね、細工ベラで、線を入れましょう。ちょっと入れすぎかな。でも詐欺だからね。詐欺だからね。入れすぎぐらいでいいかもしれない。もうちょっとこっちの方ちょっと。ね、詐欺らしくなってきたね。どうすか、詐欺らしいじゃないですか。いかがかな。はい、そしてこれを乗せてみましょう。おお、いいね。なかなか綺麗ね。
今回はですね、ちょっとここをくちばしにしてみましょうかね。ここちょっと切り切ってですね、ちょっと切ってくちばしにして、つきました。なんとかつきました。あ、なんか表情が出てきましたね。そして最後にお豆ちゃんをつけますね。あ、いいじゃん。まあまあいいんじゃないですか。どうでしょうか。お、まあまあ思ったより良くなりましたね。どうかな、これ詐欺っていう感じするかね。この辺だけでも良かったかな。はい、まあこれでいきましょう。はい、白鷺の完成ですね。ありがとうございました。